あすー、こんにちは。はい、ということで、本当に今沖縄ちょっと涼しくなって長袖起きれるようになったんですけど、ちょっとっていうか今飲んでた。飲んでた。てか今飲んでたんですけど、今それ赤いじゃん。あとそうこの爪、これどう思いますか？正直コンクリートですかね。これちょっと本当に一旦なかったことにしたいぐらい の、 今日後輩とねカフェ行ったんですけど、なんかダサいって、ダサいなんだっけ、ゆいかっていうダンス一緒に踊ったゆいかさんと全員K-POP サークルでつながっているんですが、なんかメンションされた、ダサいって言われたわ。言われちゃったの？ダサいって言われてメンションされたんですけど、まあ、そんぐらいなんで一旦これまた真っ黒にしたいと思うんですが、で 何を話してたんだ。あ、そう、涼しくて長袖着たのって言おうとしたけど、この人が、あ、この人は五条悟先生です。はい、へい、へい、五条悟。手洗った？ん？手洗った？どうですか？俺手洗った？今から洗います。じゃあ洗おうか。ズグーって接近使ったりとかですね。出ますね。僕は使わないタイプ。お水だけでこうやってね。明日の動画がなくって適当に喋ってみて、飲み会でダメだ、喋れない。2人で飲むってなったんですけど、このボッキーにカーゴパンツにこれ全部めっちゃ入るから、このグリップとゴープロを入れて持ってきたわけなんですが、今飲み終えておトイレをしに来ました。で、ここ僕がお気に入りのね、跳ねてる時の蔵、生えてる時のここがめちゃめちゃ綺麗って言って紹介したことあると思うんだけど、あれ免許更新の動画、ここ俺ここめっちゃ好きなの、この雰囲気。ここ太陽が差し込んでる時の真っ暗だね、本当にガチで何も映ってないけど、ここがジブリ感すごくない？ということで、今髪の毛を切ってもらって、今セットしてもらったのに、今一瞬風が吹いただけで終わった。やばくてやばいの。うん、ここね絶対見たことある気がするよ、みんな。ここがねめっちゃいいので、どうする？ん？こっからどうする？こっから？この雰囲気を噛み締めて、噛み締めてラピュタ探しに行く。あ、いいよ。文化祭の練習を頑張ってます。僕4年生の男子が僕ら2人しかいなくて、あ、やっぱじゃあ馴れ初め語り合うチャンネルにする。今から馴れ初めチャンネル、馴れ初めチャンネル、まあ、僕と俊斗くんの出会いわあ。おい、出会いは、出会いは何？大学祭実行委員か。実行委員だね。で、出会い、サークル一緒に行ったね、懐かしいね。あー、うるさい、うるさい、おいおい、うるさい。暴走してる方が、暗いな。そこで出会い、そっからずっと仲いいですね。ずっとですね、実行委員で仲良くなっててで、ずっと仲いい、それだけです。ありがとうございました。ありがとうございました。お、明るい。アーケード商店街にいるんだけど、今日食べたものは、2人で食べたのは唐揚げとたこ焼きとキムチとポテサラ食べた、とお通しのおでんみたいな。そうね。で、金麦一杯とオレンジチューハイ、オレンジチューハイは私です。それが2杯しか飲んでないんだけど、なんか2杯しか飲んでないけど、なんか今めっちゃちょうどいいみたいなところがあります。ありがとうございます。で、いい感じでしたね。僕は、はーい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 、彼はあれ、ビール2杯とビール2杯カルピチュサワーですね。カルピチュサワーを久々に噛み締めましたね。うまそうだった、普通に。てか一口もらったっすね、勝手に。さっきあら気づいてなかったかもしれないが、全然わからなかったね。おいしゅうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、2杯しか飲んでないけど、なんかまあ元気、楽しい、楽しいぐらい。久々に2人で。そうだね、なんか ね、そう、2人だけで飲むのもめっちゃ久しぶりだったね。うん、なんで、夏休みぶりぐらいじゃないかな。そうだ、夏休み明けてからも、うん、サークルの最後のね、最後の文化祭の発表会のチームも別々になったから、そう、去年は一緒になってたんだけど、そう、ね、別々になった、うん、あ、ちょ、ここね、最近じゃないけど新しくできたらしいけど、まだ行ったことない。で、今日行こうと思ったら閉まってたんですけど、みんなが言うにはここのイカスミパスタ、
そうね、これね、がなんかめっちゃ美味しいっていうのみんな、だからいつか行きたいと思います。誰か行きましょう。焼きそばっすね。焼きそばでした。カツに焼きそばっすね。が美味しいらしいです。で、そうね、チームが別々になったから、まあでもサークルであったら、あのシュートだーって言って会いに行きます。僕は非常に恥ずかしいです。ラブなので会いに行くんですけど、まあでも久しぶりだね。そうね、お久しぶりぶり。サークル以外で、あ、学校以外で会うのは、それな、そうだ、あんまなかったからね。前期はさ、授業も被ってたもんね。そう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 、それも後期、あ、1個被っとるわ。1個被ってるけど、けど別に会わない会うはずなのに会わないっていう、ちょっとあの複雑な、うん、複雑な関係の持ち主なんでね。僕は行ってます。僕も行ってますけど、なんかもう会わないって難しいです。難しいです。だいぶ難しいです。で、まあ、よく言われること、僕と俊斗くんの属性が真逆と、だから仲いいって思わない？なんか言われるね。確かに本当に真反対だもんね、性格の。そうですね、まあ、めっちゃ暗くなっちゃったけど、まあ、どちらかというかっていうか、僕はな、なんていうの、仲良くなってからめっちゃ話せるタイプだけど、彼は最初からやっぱね、なんか話せるタイプなので、そこもめっちゃ逆な気がしない？え、そうじゃない？違うでしょ。そこは違う？え？さすがに俺も仲良くなってから話すタイプだよ。まあそうだけど、まあなんかさ、初対面の話し方の違いとかあるやん。あ、あるな。多分俺はめちゃめちゃちょっと黙ってるタイプだけど、そういうところもかなり違うし、けどだから仲良いのかな。そうね。わかんないけど。ありがとうございます。ありがとうございます。4年間。ありがとうございます。よろしく。卒業しちゃうけど。なんだっけ。そう、今ワンピース生放送してるから、昨日ねバイト中なんですけど、あのエースが死ぬところ、頂上決戦、あのずっと気になっててずっと見てました。ありがとうございます。でも、あ、もうやめましょうよ、命が無駄なんだっけ。コビーさん、命が無駄じゃないか。あの犬系コビーでした。犬系、あ、やばい。はい、ということで、あの彼は夜の街へ消えていったというか、あ、こちらのお店に行ったんですが、なんかこれを預けられてつけるだろうって言われたんだけども、僕一人で喋ること、まあ普通に、あ、なんか久しぶりの二人で楽しかったし、なんかたこ焼きが美味しいところに行ったの。僕ね、そこのたこ焼きめっちゃふわふわでトロトロでめっちゃ好きで、そう、そこね、からたこ焼きも美味しかったんだけど、なんとね、その唐揚げもめっちゃ美味しいっていうことを教えてくれて、順当がなんか普通にめっちゃ美味しくて、あとキムチが美味しかった。なんか酸っぱいキムチ嫌いなんだけど、酸っぱいんじゃなくて、なんかちゃん酸っぱじゃなくて辛さがちゃんとガツンとくるキムチで最高でした。ということで、あのちょっとびっくりした、あの一人寂しいんでもう終わろうっていうか、なんか今日は本当になんかタイトル酔った点点点とかにしようかなみたいな感じで思ってるんですけど、今日はこの動画が良かったなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。前にライトを置いてて全然前が見えなくて、人がいたら恥ずかしいんで終わります。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ちょっとこれはずい。バイバイ。